はい、 YouTube ですってことで、今日はねちょっと遅めの出発ってことで、今夕方5時前です。っていうのもね、最近静岡がばっか暑いんですよ。多分ニュースとかで見たことある方はいると思うんですけど、なんか40度、やばくねえですか静岡。まあ去年もそうなんですけど、静岡も結構暑い県に結構ね認知度がちょっとアップされてきて、なかなか昼間走るのもねきついんですけど、コンピューターこれノーマルなんですよ。でノーマルでなんか出だしとか加速がめちゃくちゃ速くなったんですよ。マフラー変えてそんなに変わるかよと思ったんだけど、よくよく考えたら多分これ軽量化っすね。外した純正マフラー一式持ってみたんだけど、バッカ重たいんですよ。そうそう、でこのツインワンマフラーはステンレスマフラーだもんで、めっちゃ軽くて、まあ感覚なんだけど多分4分の1ぐらい軽量に成功したかなと思うんですよ、感覚でね。マフラーの軽量化4分の1はかなりでかいと思いますよ。なんとか雨に降られずここまで来たんですけど、どうですか、海の方がめっちゃ晴れてるっすよね。山の方はめっちゃ曇ってるじゃん。やばいよこれ、ちょっと気になりますね天気が。ちょっと天気悪そうなんで、一回ちょっとここ入って調べようかな。ここにイデボクのソフトクリームがあるんですよ。あ、終わってる。ちょっと気になって、あ、やってる？あ、終わってるね。ちょっと気になっちゃいたんだけど、さすがにバイクの皆さんもいなそうだけど、ちょっと俺にはミッションがあるんで、ちょっとやらして。天気悪そうなんでちょっと調べさせてください。で調べるよ、今日のエスパルスのスタメンはって、そっちかーいっつってね、気になるんだよ天気より。今日は大分アウェー、どうかな。おっと、ルーカス・ブラがリザーブに、ヤクブがいれば最高。ヤクブいた、ほらドーグラス短期ヤクブ最高だら。よっしゃー、これで今日の楽しみが増えたぜ。え、嫌いですかこういうの、すいませんね。これでちょっと気が済んだんで行きます。さらば道の駅富士、エスパルスのスタメンを確認だけさせてもらいました。で雨雲レーダー見ないのかーいっつってね。雨雲レーダー見ないのかーい。よし、まあ天気は大丈夫だな。今ね2000回転ぐらいで走ってるんですけど、本当前の動画でも言ったんだけど、本当嘘じゃなくてめっちゃいいっすよ心地が。そんな音がでかくなくてめっちゃ気持ちいい。そうそう、だけどやっぱ総合的に見ると純正マフラーはやっぱハーレーダビッドソン社推しだけあって、かなり優秀っすね。リスクがないっていうか、ほらアイドリングもちゃんと温まってれば、そう心地よいっしょ、めっちゃでかくなくてパン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 言わなくてね。別にパン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 言うのが悪いとかそういうわけじゃないですよ。そう、このマフラーはまあツインワンいろいろあるんですけど、その中ではおとなしめってことで、このチャンネルは押してますんで、まあここまで来ちゃったらね伊豆半島まで行っちゃいたいって気持ちあるんですけど、もう俺はそんな若くないっすよ。気合入ってれば行ったかもしれないですけど、で今から暗くなるじゃないですか。暗くなれば元ブログ的には致命的じゃないですか。何にも見えないからね、お前のトークでカバーしろよって話なんですけど、そんなトーク力はないんで、ちょっと今日は行ける自信がございません。で夜になると本当山の方走ってると怖いんですよ。鹿が突っ込んでくるじゃないですか。そう、よくローカル線電車とかよくね、鹿が追突しましたとかってあるじゃないですか。まさにそれっすよ、走ってるのにね横から突っ込んできますからねあいつら。そうだもんで、ちょっとバイクでは夜走りたくないですよ、そういう山のとこは。もしぶっかってきたらさ、もうね最悪じゃん。家を何時？5時前？まあ4時半ぐらいに出てきたとして、
今2時間っすよ。2時間で今こちらの伊豆の国の方に着こうとしてます。でもまあ今日はねそんなに急がないんで、急ぐんだったら高速で来ましたけど、ちょっとマフラーも変えたばっかってことで、ちゃんとね下道も確認したいんで、このマフラーのね性能を。だから下道で来ました。まあ結果から言うと下道もめちゃくちゃいいですね。やっぱ出だしも本当程よいこのどこどこ感があって、パーレーって感じで。だけど今何バイパス幹線道路か、ちょっと渋滞はまったんだけど、やっぱ渋滞はやっぱ暑いっす。駅前のマフラー全体にヒートシールドがついてないんで、これはしょうがないね。真夏乗ったとしてももう意地でも渋滞にはまらない。そうしなきゃ乗れないね多分。渋滞にはまらないとかっつってこいつすり抜けするだろうと思うじゃないですか。大丈夫ですよ、俺すり抜けしたことないから。確かこの辺だったと思います。 あそこだね、あそこのテナントの中にあるんですけど、さあやってるでしょうか。大道鈴屋やってますか。お、ここじゃない、もう一本向こうだ。なんだよ、レモンじゃねえかここ。レモンじゃねえかここ。なんとフライングしてレモンの方に入っちゃいました。こっちでしたね。さあ、お、電気ついてます。やってるってことはここです。よし、着きました。よっしゃ行ってきたぜ、大道鈴屋。まずはじめに女性の方ね、すぐ入って食券があるんですけど、めっちゃスリッピーだもんで、ピンヒールの人絶対気をつけた方がいいですね。俺もね今入ってちょっと一瞬転びそうになったんです。まあラーメン屋あるあるなんですけど、そう、まあ確かに噂通り本当味は濃いですね。でもうまかった。やっぱいわゆるねああいうフランチャイズ系のラーメンとは違って、めっちゃ本格派の家系ですね。めっちゃうまかったっすよ。で自分はいつも家系は静岡にある貫徹屋っていう家系、めっちゃうまい貫徹屋あるんですけど、元は六角屋の姉妹店的な感じなんですよ味がね。そうで、そこも結構濃いんだけど、やっぱこっちも王道屋ってことでかなり濃かったっす。でもまあ全然ストレスなく食えたんで問題なかったっす。うまかったっすね。でやっぱだいぶ落ち着いてきたのかな。まあ日曜日の夜ってこともあって結構空いてたんで並ばずに食べれました。うまかったな。そうでラーメン食って出てきたらいきなり暗くなってるし、もう今7時15分か。そりゃ暗くなるよ。でも7時まで今明るいんでね、もう今日のミッションはクリアしました。これで家まで雨降らなければ最高ですって感じなんだけど、あで皆さんすいません、前回の動画とかでマフラー交換結構いろんな反響いただいて、皆さんありがとうございました。チャンネル登録の方もありがとうございます。やっぱハーレーっていうことだけあって、やっぱ皆さん音には結構あれなんですね、興味があるってことですよ。俺がいつもさこういうクソみたいな動画見ても全然伸びないんだけど、やっぱマフラー関係の動画は結構伸びたから、やっぱハーレーイコール音じゃないんですけど、で結構輸入車、まあハーレー以外のね乗ってる方知り合いもいるんですけど、初めにカスタムするならどこするって言うんだけど、絶対マフラーって言わないんですよ。けどさハーレーの人ってだいたい1か2でマフラーって言うじゃないですか。そうってことはやっぱハーレーは音が魅力ってことになるもんでね、今回の動画も結構伸びたと思うんですよ。バイクもさ多少音がこう出てると、こう自分の存在をね知らせるためにもっていう意味でも結構安全じゃないですかね。車外マフラーまあね変えなきゃ車検が通らないっていうのも結構闇ではあるんですけど、そうそう安全のためには多少の音も
結構いいんじゃないですか。なんか天気は良さそうですね。山の方は相変わらず真っ暗だけど、こっちの進行方向の方はちょっと明るいんで、なんか行きそうな気がします。そうそう、もう完全に今日は俺の勝ちっすよ。ちょっとここのローソン寄ってこうかな。ちょっと気になるし、エスパルス速報がね、ちょっと寄ってきます。おっつ、ちょっと隅の方行こうかな、遠慮して。よし、着いたぜ。なんとエスパルス前半33分、ブラガルーカス・ブラガ決めてましたよ。最高だね。で、今ちょっとバイク見てたんだけど、なんかすごいね、虫が死んでるね。まあ夜だからしょんないかな。だけど明日も休みなんで、最悪汚くなっても洗車ができるってことっすよ。いやいいね、かっこいいぞ、ロードグラデスティ。でこのツインワンマフラーね、一個めちゃくちゃ大事なねメリットを忘れてました。それがね、洗車がしやすくなったんですよ。ここほら、ここね、手が届くんでめっちゃ洗車がしやすくなりました。リアホイールね、めっちゃいいっしょ。ちょっと夜なんであれなんだけど、このスカスカ感がたまらないね。後ろのこのリア周りもかなりスカスカ感があって、トップツリーも書いてあるんで、このねスカスカ感がねたまらんすね。よいしょ。でちょっとウーロン茶注入しましたんで、よし行くぜ。残り何キロ、70キロぐらい。ちょっと暗いですけど、ナイトツーリングをね楽しんでいこうかと思いますよ。ちょうどあれか、沼津のララポート前か。ここ夜あんまり通らないからね、なんか新鮮ですよ。あぶね、あぶねー、さっきのラーメン屋のスリッピーな床でついた油で今転びそうになりました。バカ怖え。でしばらくまた沼津から家の方に走るんだけど、最後一回ドリブラで一回休憩しようかな。そこまでちょっと走っちゃいますよ、ドリブラー。ちょっとドリームプラザで休憩しとこうかな。中は入んないですよ、中は入んないけど、ちょっとここ入ろう。めっちゃ綺麗でしょドリプラス。ここ一応駐輪場になってるんで、ちょっと停車だけさせてください。綺麗だねドリームプラザ。よっしゃエスパルス、アウェー大分2-0で勝ちだ。乾貴司後半44分、追加点、最高。首位に返り咲きました。エスパルス最高、エスパルス首位に返り咲いたってことで、ドリプラで見届けましたんで、これで正々帰れますよ。マジ最高。よいしょ、よし、ここの歩道はねちゃんと押してきますよ。エスパルス負けるとあーでこうだ言われるけど、首位ですよ首位。でかいぞこのアウェーでの勝ち、4連敗だったからね、最高。ほらあそこにはエスパルスストアがあります、最高です。で今日一応夕方に家を出て、そのまま伊豆の国市の方にラーメン食い行きまして、もう今すっかり夜になりましたけど、なんか話題はラーメンとエスパルスで終わっちゃったんですけど、で本当昼間はクソ暑いんで、本当夜は27度とかそこら辺まで落ちるんで、めちゃくちゃ走りやすいです。ナイトツーリングマジおすすめですよ。で自分も、まあ、できる限り昼間走って、ね、がっつりどっか行きたいのは山々なんですけど、ちょっと夏はね、え GoPro とかも結構バグったりして熱で、そうだもんで、ね、条件悪いですけど、まあできる限り時間があれば昼間も夜も走るつもりでございますんで、ちょっと今日は大勢回でしたけど、これで懲りずにまた見ていただけたら嬉しいです。ってことでまた気になる方はね、また一つよろしくお願いしますってことで、富士スピードウェイでございます。やってまいりました。